理学屋の花澤です。皆さんは口呼吸になっていませんか？鼻で呼吸をせずに口で呼吸をしてしまっていると、ほうれい線や顎のたるみ、また吹き出物ができやすくなってしまいます。他にも、口呼吸を鼻呼吸に変えることで風邪をひきにくくなったり、花粉症になりにくかったり、まあ、程度が軽く済んだり、あとはアトピー性皮膚炎なども改善されます。やはり口の中の状態というのが免疫力にも関わってくるんですね。また口で呼吸をしてしまっていると口の中が乾くために歯周病になりやすくなったり、口臭の原因になってしまうということもあります。口呼吸になっていないかどうかのチェックと、口呼吸を鼻呼吸に変えるための舌の筋肉を鍛えるあいうべ体操というものをご紹介いたします。では口呼吸レベルをチェックします。口を閉じてみてください。その状態で舌先はどこについていますか？1番上顎のところ、口蓋の部分ですね、についていた。2番、下の歯に当たっていた。3番、よくわからなかった、はい、どれでしょうか？正解の下の位置、正しい下の位置は1番の上顎ですね、の口蓋の部分に舌先が当たっているのが正しい状態です。2番や3番の下の歯の裏にくっついていたですとか、よくわからなかったという方は、普段から鼻呼吸ではなく口呼吸になっている可能性が高いです。では2つ目のチェックを行います。口を閉じた状態で1分間鼻呼吸を行います。それでは実際に行います。60秒経ちました。うまくできたでしょうか？ここで苦しかった人、口を開けてしまったという方は普段から口呼吸になっていると考えられます。鼻が詰まっていたという方も、1分ぐらいであれば詰まり気味でも鼻呼吸が行えるはずですので、やはり吹き頃から口呼吸になっていると思ってください。それではあいうべ体操を行っていきます。この体操では、衰えがちな舌筋、舌の筋肉と表情筋を、ストレッチして引き上げる効果があります。それぞれあいうべというのはあいうべという動きなんですが、これを1秒ずつ行っていって10セット行います。それではやりますね。あ、この時には、なるべく口を縦の楕円形に開くぐらいのつもりで、大きく開けるようにしますね。あ、そしてイ、このイの時は、頬や顎、首の方まで筋肉を広範囲に使っていますので、そこも意識して、大きく動かすようにしましょう。
あ、い、う、次は口輪筋ですね。このうの時は口輪筋を使っています。次はべべ、これが8種類あるゼッキン、下の筋肉を、たくさん使う動きになります。下の筋肉というのは、あの起死はこの奥の方にありますけれども、停止がないので重力に負けて下がってきてしまうんですね。なのでこれを、鍛えるために使っていきます。それでは実際に行います。あ、い、う、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 あ、い、う。はい、これをやるのはお風呂の中や就寝前が効果的です。お風呂の中では湿度が高いので口の中が乾きません。またリラックスして行うことができます。就寝前に行うといい理由は、就寝中はどうしても口の中が乾きやすくなってしまうので、それを防ぐために就寝前に行うことで唾液の出を良くするという効果があります。さらにこの下の筋肉を鍛えるということで言えば、歯茎とこの口の中の、粘膜の間ですねに舌を入れて一周ぐるっと回すというエクササイズがあります。上からずっと横を通って舌を回していきますね。こういう動きですね。反対にも行います。この口の中を舌で、舐めて回すという動きは口の中の緊張やねじれを取る効果もありますし、唾液の分泌を促したり、歯茎のマッサージになったりということで口の中の、状態を良くします。で、口の中の状態が良くなるということは胃腸の方にも良い働きがありますので、また唾液が出るということは若返りホルモンが出るとも言われますので、顔のたるみが気になる方とか、内臓の働き、胃腸の問題ですねに、が気になる方にもおすすめのエクササイズになります。いかがでしたか？寝ている時に口が開いてしまう、寝ている時に口で呼吸をしてしまう、寝起きに口が乾いているという方は、寝る前にこの口にサージカルテープなどで口を閉じた状態で貼っておくと、口の乾燥を抑えることができます。口呼吸を寝ている時にしてしまうという方は口にテープを貼って寝るようにしてみてください。以上です。ありがとうございました。